中国への帰国が決まっている神戸市立王子動物園のジャイアントパンダタンタンのオリジナルフレーム切手の販売が今日から始まりました。後ろ姿や美味しそうに餌を食べる様子、1シートが10枚で、王子動物園のスタッフがこれまでに撮影した愛らしいタンタンの画像が使われています。このオリジナルフレーム切手はこれまで20年間多くの人に癒しや元気を与えてくれたタンタンへの感謝の気持ちを込めて作られたもので、販売が始まった今日、王子動物園で贈呈式が行われました。オリジナルフレーム切手としてですね、永遠に残っていくものができたということは非常にありがたく感じております。また王子動物園近くの郵便局では今朝、営業開始前から切手を求め、多くの人が列を作っていました。ありがとうございます。始発できて6時4分ぐらいですかね、着いたのが。飼育員の方が撮られてるんですごく表情がいいんですよ。もうタンタンの可愛さがすごく出てて、あ、もうこれは絶対欲しいと思いました。昨日来ました、東京から。もう何とも言えない愛しい気持ちがあるんですよね、私の中で。あの、思ってた通りとっても可愛い切手シートで購入できてよかったです。はい、いや、もういつも会うだけでいっぱい癒され、喋れない。でもこれ大事に保存しておきます。思い出として。オリジナルフレーム切手ありがとうタンタンは、神戸市内の郵便局で2200シート販売され、今月15日からは日本郵便のウェブサイトでも販売が始まります。